石田さんが言った言葉なんですね。つまり何かっていうと、花粉、花粉買ってる人たちがあれ、かなりこれ税金が低く設定されるんですよ、ここからの収益というものはですね。だから例えばですけど、10億とか100億とか儲けてる人たちから、花粉儲けてる人たちからもうちょっと負担いただこうよということをやっていこうという意味合いなんですよ、本当は。金融所得課税